ございます。今日の外の景色です。今日は曇りです。雨降ってる。おはようございます。おはようございます。モモカが一番期待していた朝ごはんの時間になりました。イエーイ、楽しみ。7時ぐらいにお互い起きて洗濯物したりして、はい、今から行きます。目標はゆっくり長くたくさん食べるです。はい、行きます。第1弾は控えめに。どう？ん？美味しい。どう？美味しいね。これが美味しい。チキンソーセージ。ね。一応予定としては11時までここで粘り続けて食べ続けるそうなので、そのペースで頑張ってください。あら、第2弾です。俺の普段あんましパンとか好きじゃないんですけど、今日は食べてしまいます。スモークサーモンとアスパラと卵とパン、私の第4ラウンド。外のお席ではこうやってチャイを作ってくれます。ちょっと今日は天気今んとこ晴れてる ね。これクールビューです。朝曇りだったんだよ。あとで2杯目さ、ここで飲んでした。あ、いいね。それ最高だ。うちの席もすごい綺麗です。ハスの花も浮かんでるし。第何ラウンドかは、美味しそうなドーナツとパイと先ほどお願いしたチャイです。すごいジンジャー効いてるのと、ミルクがすごい。あー、D 社のやつの方が好きかな、俺は。でも美味しい。ジンジャーすごい似てると思う。俺は好きだね。今日もプールに入りに来ました。ちょっと私は未だにお腹いっぱいなので動きづらいですが、今日も今はインテイキなので気持ちいいです。顔はもうどこしてる？出ない。あー、深いよね。深くない、1分読んだよ。何も着てないように見える。何も着てない。プールから戻ってきたらクッキーとフルーツを置いててくれました。うまっ。ベッドメイキングもしてもらって、最高。綺麗になってる。うまっ。あ、まあ大丈夫でしょう。いつ上がるのかわからないですけど、今は2人のなんか100の質問みたいなのを撮影してます。今はももかの、お化粧とか待ちです。名前は天野桃花。はい、撮影が終わりました。なんか疲れたそうなんで30分休憩すか。イエス、しましょう。はい。だいぶゆっくりしてしまいましたが、これから動き出そうと思います。はい、まあインド最後の一日なので、まあジム行けたら行くけども、今から、まあ、気分乗らないので行かなければディナーして、お酒飲んで、で今夜夜サッカーの試合かラグビーの試合みたいので、まあ、そんな感じで夜準備していきます。お風呂もゆっくり入りたい。はい。他に誰もいなかったので少しだけ頑張ることにしました。
昨日の筋肉痛があったが入ります。なんと夜もビュッフェにすることにしてしまいました。お昼は食べてなかったけど、ちょっと豪華に。そうね、夜も夜ですごい美味しそう、楽しみ。ただお客さんがあんまりいないので自由に。朝ごはんと同じだったり違ったり。またいっぱい食べるぞ。美味しそう、これ美味しそう。このケーキが食べ放題になって幸せすぎる。こんな感じでよそってきました。盛り付け上手、召し上がれ。ああそうだね、ありがとう。なんだでも見せない。これが美味しかったね。ね、いいなと思っております。美味しかなくてもいい思い出じゃないですか。そうだ。もう食べてください。なんかね、骨までトロトロ。骨までトロトロはないな。うん、おいしい。食べかないけど、おいしい。よかった。やわらかい。ビュッフェのスターターというものが届きました。なんだこれって感じだけど、おいしそう。ガーリックナンも別オーダーで焼いてくれました。すごい香りがいい。美味しかったものもう一回食べます。お腹いっぱいになって外に出てきました。ハス浮かべてますね、透明だね。がベネスギネスビールの黒。あれなんか思ったより軽い。私はこちらを注文。はい、どうぞ。